はい、皆さんこんばんは。お待たせしました。今日はですね、日本記者クラブの研究会ということで、犯罪被害者報道を考えると、そういう研究会を立ち上げて、その第1回目の会合であります。去年ですね、神奈川県の座間市で9人の方が、未成年を含む9人の方が亡くなり、そこでまあほとんどのメディアは実名顔写真付きで報道したんですけども、それはあまりに晒し物にしてるんじゃないかと、そういう声がですね、実は社内の中でも、申し遅れました、私企画員の東京新聞の瀬口と申しますが、社内の中でもそういう声が湧き上がりましてですね、かなり相当議論になりました。で、今社内でも勉強会を始めてるんですけども、おそらく、マスメディア各社の中でもですね、相当現場は悩みながら葛藤しながら、いろんな議論をして、いるんじゃないかと、そういうふうに、思いました。そこで、もう一度改めてその被害者報道について、あり方について考える場を、メディア横断的にですね、考える場を作れないかということで、この会を発足させた次第であります。で、2回目以降はまた弁護士さんとかですね、そういう方をお呼びしようと思ってます。で、今日はですね、お隣に、高橋静さん、地下鉄サリン事件で、夫の和正さん、霞ヶ関の駅の助役だった方ですね、が犠牲になられました。で、その後もずっと、地下鉄サリン事件被害者の会の、代表性は役でしたっけ、顔ですよね、この事件の被害者のね。で、いろんなマスメディアでいろんな登場して、この間もオウム裁判、集結しましたけども、そこでも高橋さん駆けつけて、コメントしていただきました。で、高橋さんは非常に長い間そのメディアの取材を受け続けて、で、いろんなことをやっぱり、お考えになっていると思います。で、その高橋さんともう一人、朝日新聞の川原美智子さんに、おいでいただきました。で、川原さんも、ずっと犯罪被害者の取材を続けてこられて、で、高橋さんと川原さんが中心になって、メディア横断的な勉強会をね、10年以上続けてきたという、そういう歴史もあります。で、まず高橋さんの方から、今までですね、取材を受けてきて感じたことを中心にですね、お話をいただき、その後川原さんにお話をしていただき、また会場とディスカッションしていきたいと思います。では高橋さん、よろしくお願いします。はい、高橋です、よろしくお願いします。1995年に犯罪被害者になって、一番驚いたということはですね、最初にこう、弁護士さんとのやり取りとかもあるんですけれども、裁判に関わるということでした。で、その裁判で、その被告人、法廷に入って被告人のその、家族の傍聴席があっても被害者の傍聴席がないという、それで私は抽選に並んだわけですね。で、やっと当たってその傍聴席で聞いていても、その中で何が行われているのかということが全くわからない。で、説明をしてくれる人もいなかったという状況でした。それからあと法廷に家を持ち込んではいけないと、私も主人の大きなこうカバンに入らない家を持って行ったんですけれども、結局それも荷物に預けるようにと言われました。それからあと、その医療的なことで言うと PTSD、 今でこそ心の病気というのは分かるわけですけれども、地下鉄サリン事件の被害者が何て言われてたかというとですね、怠けているとかですね、あと気のせいですっていう、医者にもそういうふうに言われたという、そういうことで理解されなかった。で、結局被害者は、何も言えなくなって、もうただ固まって、我慢しているだけと、そういう状況でした。
でもそれから被害者の会ができて、大勢が集まって声を上げるようになりました。でそれを、どういうことを言ってきたかというとですね、メディアスクラムとかですね、その頃はメディアスクラムなんていう言葉は知らなかったわけですけれども、強引な取材をしないでほしいとか、それからあと、傍聴席とか意見陳述など、その司法制度の中で被害者の権利を認めてほしいと、それから経済的な保障も充実させてほしいと、それから地域や職場などで被害者への理解を深めてほしい、それから被害者の健康にも配慮してほしい、そういういろんなことを要望してきました。でその結果2004年に犯罪被害者等基本法というのができてですね、その翌年に具体的な施策である、基本計画というのができました。でこれは残念ながらテロ事件の経済的な救済ということには、つながっていかなかったんですが、適用されなかったんですけれども、刑事司法に関しては裁判員裁判とか被害者参加制度というものが取り入れられて、オウム裁判では最後まで逃亡していた高橋克也の、裁判で私は被害者参加制度を利用することができて、本当に被害者の権利が広まってきたなっていうのを実感してきました。きました。で、そういう中で23年間ずっと取材され続けて、そちらの方はどうだったかと言いますとですね、最初に驚いたのはやっぱりメディアスクラム、メディアが押しかけてきて、連日のように夜中までずっとこういてですね、食べることも寝ることも、できなかったという状況でした。で結局主人が亡くなったわけですから、親戚の人も来たり友人も来たり近所の人も心配して来てくる、それから葬儀もしなければならない、会社で主人の事後手続きもしなければならない、それから警察がですね事情聴取に来るんですね、それから起訴されて、起訴の前ですね検察庁に行って、聴取を取られる、いろんなことがとにかく大変なんですね。初めてのことでそういうことがどっと押し寄せてくる、そういう中でそのドアの外側にはですねそのメディアが、取材の人たちがたむろっていたという状況でした。でそれはですねその時点ではやっぱりメディア記者の人たちというのは私の生活を邪魔する存在でしかなかったです。でその後被害者支援をきちんとやらなければいけないという、社会のそういう機運が高まってきてですね、その当時その被害者支援が進んでいると言われていたそのアメリカに私もその被害者支援の研修を受けに行きました。でその中でメディア対応の支援も行われていたので、私自身のその体験から日本でも報道被害者とうまくやっていく方法がないかなとそう思ってですね川原さんにご相談しました。でそれから犯罪被害者の聞く勉強会っていうのが始まったわけです。でちょうどその頃にこのレジュメにも書きましたけれども放送人基礎研修というのが始まってですね私が一番最初にその研修部長さんに言われたことは各社の中で筋を通すといういわゆる先輩から後輩に、こう伝えていけるようなそういう研修をというふうに言われました。で具体的に私の話で言えばですね、会社の中では新人はもう本当に大事にそのダイヤモンドみたいに扱われていて、でも事件が起きて被害者のところに取材に行ったらですね遺族からなんだ帰れ
っていうふうに怒鳴られることもあると。で時にはですね、熱いお茶をぶっかけられることもあるんですよみたいな話とかもしました。でもですね、やっぱり放送が終わったら取材をありがとうございましたとか、あと社内とか、まあ、視聴者の人からこう反応があったら、そういうものをきちんと取材した人に伝えて共有してい、ってほしいと、そういうような具体的な話をしてきました。それからもう一つ、研修部長さんにはですね、謙虚ということを知ってほしいというふうに言われました。ちょっと私にはそれをどういうふうに伝えていったらいいのかっていうのが、まあ、なかなかわからなかったんですけれども、すいません、そしたらですね、これ私にとっての地下鉄サリン事件っていうこの本、何年でしたかね、事件発生から12年の時に作った本なんですけれども、村上春樹さんにも書いていただきました、この中に入っている村上春樹さんの文章の中に謙虚っていう言葉があったんですね。アンダーグラウンドの本を書かれた時に被害者への聞き取りをずっとしていく、それがまあ度重なるたびに自分はその被害者の前で謙虚にならざるを得なかったというようなことが書かれて いたんです。なので私はその放送人基礎研修では、この犯罪被害者が報道を変えるというのと、この本を教材に使っていただいていたので、もう本当にその部分を、村上春樹さんの部分をいつも読ませていただいてました。で、まあ、そうやって勉強会と研修と重ねていってですね、私としては報道被害にならないように自分なりにこうできる限りのことをしてきたつもりです。今現場がどうなっているのかっていうのは私はあまりよくわからないんですけれども、まあ、改善されたと思いたい、そうですね、そうやって良くなっているというふうに信じたいんです。でやっぱり被害者のためにも事件で何があったのかを伝えてほしいですし、間違った報道とか間違った情報がそのネットで拡散するような、そういうことを防止するためにもですね、正確で詳細な被害者報道をしてほしいと思います。ただですね、私先月まあ、最後の被告人になった高橋克也の上告棄却の会見で、これは何というふうに思ったことがありまして、それがほとんどの記者の人がですね、パソコンの速記係みたいになっていたという、全くこう何でしょうね、打ち込むロボットがこう前にこう広がってる、いるみたいな、まあ、そんな光景を目にしました。でその後にまあ記者からの質問っていう時間があるんですけれども、今のお気持ちはとか、23年を振り返ってどうですかというような、私としてはですね、その質問をそのままあなたに聞きたいというような、すごく答えにくい質問が相変わらず続いていたというふうに、そういうことがありました。で私はですね、もう23年もこう取材を受け続けてきたり会見をしたりしているので、まあ、おそらくそういう質問が来るだろうっていうのを予想できるからいいんですけれども、普通はそうじゃないですよね。もう事件直後の人とかそういう人たちは何を聞かれるかわからない、そこで突然今のお気持ちはって言われたって答えられるわけない、答えられないと思うんですよ、難しい。なのでできればもっとその丁寧な質問をしていただいた方がいいんではないかなっていうふうに思いました。それから今日お手元に配布していただいてますけれども、三沢さんの寄稿文、私つい最近見つけました。実は三沢さんは私たちの事件から20年の集会に講師をお願いしていました。
ところがですね、集会の直前になって体調崩されてご登壇がかなわなかったんですね。で、まあ、集会も終わりまして、その後まあ、お体の調子はどうなのかなとか、こうすごく気になって、連絡を取ってたんですけども、ずっと連絡がつかなくて、でそんな折に、まあ、今もそうなんですけれども、そんな折にこの記事を見つけたんですね。でこの最後の段落なんですけれども、すごいスクープだったと思うんですね。すごいスクープを書いて、でもそれをほんの一コマに過ぎないというふうに書いてあります。最後の段落のところに書いてあるんですね。で、これを読んで、すごくその三沢さんの苦しい、お気持ちが、なんとなくわかるような気がしました。で、連絡がつかなかったのも、まあ、こういうことだったのかなというふうに思いました。で、私もこの事件のこととかですね、被害者のことをしっかり伝えていかなければいけないなって思いました。で、そういうことがですね、私もそうやってちゃんとやらなくちゃいけないとそう思った。それがですね、やっぱり三沢さんの命を懸けた報道に報いることになるのではないかなというふうに思っています。もう一つ添付してあるのが、熊本日日新聞の記事で、まあ、大きな記事の一部なんですけれども、この記事のために私は取材をされていません。でもまあこの通りなんですね。で、これはまあ共同通信の増永さんの記事です。それからオウム法廷という15冊の文庫本があります。私はこの本の中に何箇所も登場するんですけれども、私はその著者のその朝日新聞の古畑さんには取材されたことがありません。古畑さんとは裁判の開廷前とかですね、休憩の時とか、そういう時に廊下で話したりとか、裁判のわからないことを、あれはどういうことだったんですかとかっていう、こう、教えていただいたり、していました。そういう中で、私は、古畑さんに観察されていたのかなっていうふうに、思っています。で、同じことはですね、江川翔子さんにも言えることでした。江川さんにもいろいろ書いていただきました。で、取材しないで記事にするということでは、もちろんなくてですね、もちろん事実を話して、それを報道してもらうっていうことが、まあ、一番のことなんですけれども、まあ、20年も経てば、まあ、こうやって、普段のやりとりを重ねて、そういう中から、こう、信頼関係があればこそ、まあ、こういう記事も、生まれてくるのかなっていうふうに思っています。それから、まあ、最後になりますけど、風化ということですが、事件から何年、くらいからでしょうかね、その風化っていうことを私はこう聞くようになりました。で、そのたびに、だから何なのって私は思うわけです。20年も経てばやっぱり歴史の1ページ、1行にしか、それ1行でしかないっていうことだと思います。報道の量から言えば、やっぱり風化は仕方がない、風化なんですよ。でも被害者にとっては風化はないです。私はもうあの日の出来事はもう昨日のことのようによく覚えています。ですから被害者に向かってその風化って言わないでほしい。私にはそういう風化って言われてますけどって言われると、その風化を防止するのが私の役割って、そういうふうにしか受け取れないんですね。で、そうではなくて、やっぱり風化防止のために、じゃあ取材に協力しますという、そういう姿勢でいたいなというふうに思っています。
で、オウムの場合には後継団体が存在していますから、年を追うごとにですね、なかなかみんな若い記者の人たちは取材しにくいと思うんですね。なのでやっぱりこう都合の良いようにこうたやすい取材に走ってしまう。で、結局それが不正確な情報になってしまったり、不明瞭な記事になってしまったり、で、時にはそれに尾ひれがついてネットで拡散されてしまうというようなことになりがちです。私がお願いしたいのはですね、23年前というか、もっと正確に言えば、坂本事件の前からオウム真理教が、どういう団体だったのかという、そういう実態を正確に把握した上で、それでその後の折々の報道をしていただきたいなって思っています。以上です。はい、はい、ありがとうございました。では川原さん、続いてお願いします。はい、こんばんは、川原と申します。日頃は朝日新聞の記者をしております。今日なんで私がここにいるかというと、先ほど高橋さんからお話があったように、高橋さんやあるいはその隣にいる瀬口さんも一緒ですけれども、事件事故の被害者になった方、その家族が本当にどういう体験をしたのか、取材報道に対してどういう思いを抱いていらっしゃるのかというのを、まずは丸ごと聞いてみましょうという、まあ、有志の、横断的ないくつかのマンションの記者たちが集まっての勉強会というのをやってきたからだと思います。で、私は高橋さんに会ったのは事件の翌年だったと思うんですけれども、最初オウム事件の取材をしていて高橋さんに取材したわけではなくて、多分多くの記者の人たちとは全然違う接触の仕方をしたのだと思います。私はたまたま、事件事故の被害に遭った人たちの話を聞くようになったのが1995年でしたけれども、その年は地下鉄サリン事件が起き、阪神淡路大震災が起き、まあ、後になってから日本で被害者被災者が再発見された年だというふうに言われていますけれども、戦後50年でもありました。で、私はそれまで戦時下の被害についての取材をしておりまして、そこから現代の被害が一体どういうふうに扱われているのかということに関心が移り、最初は性暴力被害が今の社会の中であるいは法廷でどのように扱われているのかを知りたいということで、空いた時間東京地裁に傍聴に通うようになりました。で、それまでも当時は今のような被害者保護制度というのは何もほとんどありませんでしたから、せっかく訴え出ても、法廷で、いわゆるセカンドレイプと言われるような、過去の性体験を聞かれたり、いろいろひどい目に遭うという話を物の本では読んでいたんですけれども、いくらなんでもこんな20世紀も終わりになってそんなことがあるはずがないと思って傍聴に行ってみたら本当にびっくりしました。当時はこれは何なんだと非常に衝撃を受けて、最初性暴力を考えるという連載を書いたところ、今の性暴力被害に限らずいろんな事件事故に遭われた方、そのご家族から次々と手紙が来るようになりました。それでその方たちを訪ねていき、ちょうどその頃、96年ですけれども、警察庁が当時の言葉で言えば被害者対策、今の言葉で言えば被害者支援を始めた年でもあり、そんな動きを取材しながら、その被害者支援というものをしている人たちを訪ねたり、その勉強会などに入れてもらって一緒に研究をしたりしている中で、高橋さんが、まあ、あるシンポジウムで発言をされているところにちょうど私が行ったというのが最初だったと思います。当時の高橋さんは今よりもうちょっとなんて言うんですかね、傷を負ったハリネズミがわって針を立てているような、佇まいもありましたけれども、やっぱりおかしいと思うことはちゃんときちんとおっしゃる方でした。で、それからも高橋さんと話をしたりしながら、2000年の先ほど、高橋さんが言っていたアメリカの被害者支援って一体どうなってるのかなということに、知りたいと思った遺族の方たちが4人でしたかね、あの時。常盤大学の永井先生という先生をコーディネーターにしていくときに、その一部私も同行しました。そこで高橋さんが非常にショックを受けたことの一つが、先ほど言っていたアメリカの被害者支援組織は被害に遭った人たちに対してメディア対応のアドバイスもしているっていうことです。
すでにその時事件から5年ぐらい経っていたわけで、裁判も本当に毎日いくつもの法廷があり、高橋さんはもう何百もの傍聴をして、まあ、しょっちゅう会見をしたり取材を受けたりしていたわけですけれども、誰もそういうアドバイスを、まあ、ほとんどしてくれなかった。で本当にあの都市空間で、もちろん海外メディアからの取材を受けましたし、週刊誌の取材もあるし、ありとあらゆるメディアの取材を、それまで一度も取材を受けたことがなかったのに、突然被害者の遺族になって、でその日ご主人のが運ばれた東大病院、東大の医学部ですか、から疲れ切って帰ってきたら、家の前に高校とテレビ、カメラのライトがついていて、なんかそのまま家に帰ることができなかったというのが最初の出会いで、決していい出会い方ではなかったわけですけれども、それからまあ傍聴をする中でいろんな記者と出会い、教えてもらうこともあったり、する中で、高橋さんの苦労というのを時々聞くことがあって、例えばまあある裁判についてコメントを求められて、毎回毎回同じ話をしなきゃならないのがすごく辛かった。で何人目かの記者がようやく、高橋さんそれだったら記者会見すれば一度で済むんだよ、あるいはコメントを書いて、司法記者クラブに幹事社っていうのがいるから、そこに連絡して出せば、何度も何度も同じ話をして苦しまなくても済むんだよっていうことを、ようやく何人目かの記者が教えてくれた。で、そういうことがあるんだったら、なんで最初に教えてくれないのかって言われたのがすごく私は印象に残っています。で、アメリカに行った時も、高橋さんがメディアのことですごく困っていると、ノバという被害者支援組織に行った時に、メディアのことですごく困っているというのをこう話をした時に、そのアメリカの被害者支援組織の人は、そうだよね、メディアは大事だよね、すごく効果的なプレスリリースを作らなきゃねっていうふうに、こうまるで話がすれ違っているという状況もあり、すごく私にとっても刺激になりましたけれども、本当に、まあ、90年代後半からいろんな被害者ご遺族の話を聞いていく中で、私は本当に頬をはたかれるように教えられたり、学んだりしたことがたくさんありました。そのうちの一つは、私たちはなんて説明不足なんだろうっていうことでした。先ほどの高橋さんの会見の話もそうですし、説明をしておけば不安に思わなくて済んだかもしれない。それからやっぱり自分の苦しいことを話すっていうのは基本的に辛いことですよね。それを話してくれる人に対して、例えば今日これはすぐ書いて、私はすぐ急いで記事にしなきゃならないことなのか、もし言い間違えちゃったり、後で、あ、しまったと思ったことがあったら連絡すればまだ間に合うことなのか、まあ話せる範囲で説明をすることもできますし、そんなような説明をすることだけでも違うことがありますし、それから記者は、まあ、それぞれの人が正義感を持って、取材をしているんだと思いますけれども、それがいかにこう、なんていうか、すれ違っているかというか、空回りしているかということも感じさせられることがありました。ある時期から、お家に突然こうピンポン行くのではなくて、手紙を書いて置いてきたらどうだろうというふうになって、大勢の記者が、まあ、とある著名事件のご遺族に手紙を書いて置いてきたわけですね。で、どうだったかっていうのを後でその当のご遺族に聞いてみたときに、手紙がたくさん来たんだけれども、心に響くものがほとんどありませんでした。で、なぜかっていうと、私たちの知る権利だとか、報道の使命だとか、そういうことがいっぱいいっぱい書いてあって、これって私たちに言うことですか？そうですよね。言う相手が違うわけですよね。で、心に響いた手紙っていうのは結局、自分も親として、それお子さんを亡くされた方に対してですけれども、感じることなど、個人として書かれた手紙だったというふうに後で聞きました。で、そういうふうにいろんなすれ違いがあって、これは何とかしなきゃならないと思ったのが私にとっての90年代後半でした。それから、当時は高橋さんが言ったように、被害者遺族に例えばいつ裁判がどこの法廷であるかとか知らせたり、あるいは、まあ、刑務所でどんなふうに過ごしているかということを伝えたりするような制度も、まあ、まだほとんどありませんでしたし、で、そういうことが知らされないということも、突然被害者になった人たちは知らなかったので、私がぽつりぽつりとその90年代後半尋ね歩いた頃は、皆さん、なんで私を教えてもらえなかったんでしょうか、
加害者の起訴は次の日の新聞で読んで初めて知りましたっていう話を初めて聞いたとき私はびっくりしました。なんでこの人知らせてもらえなかったのかなと思ったんですけど、だんだんそういう制度がないということに気がつきました。でなぜ知らせないんでしょうかということを知り合いの検事などに聞くと、そんなことを知らせて何になるの、かわいそうじゃない思い出させて、そっとしておくのが一番だよっていうふうに言われました。でそっとしておくのが一番だっていうのは、まあ、今でも多分根強くあって善意の発想だとは思うんですけれども、放っておくというと語弊があるかもしれませんけれども、そっとしておかれるだけで自分たちでこうなんていうのか再起しろというのはとっても酷なことだっていうのが話を聞いていて分かりました。そして自分自身を振り返ってみると、駆け出しの頃は全国紙の記者ってみんな事件事故を取材します。でそうやって私自身も、まあ、突然被害者になったりご遺族になったりした人に取材をしたことがなかったわけじゃないにもかかわらず、この人たちが知らされないことで苦しんでいたり、あるいは家族の中でも苦しすぎて話せなかったり、全く出口のない思いを抱えていたり、あるいは知らない間に裁判が終わっていたり、こういうことに全然気がつかなかったっていうのは一体どうしてなんだろうかと非常にショックを受けました。自分が気がつかなかったっていうことに非常にショックを受けました。でとにかくできるだけ生の体験を聞かせてもらおうと思って話を聞いていく中で、最初にそういう法制度についていくらなんでもこれは理不尽じゃないかという話を書いていったわけですけれども、なかなか、そうやってジーニーは、しづらいというか自分の中でどうしていいか分からず、でもずっと重い課題として残っていたのが被害者と取材報道の問題でした。で高橋さんからは、最初にあまりに嫌な思いをするから後で記者の人に話したいことや知りたいことができても、怖くて記者に話せないっていうふうに言われました。それは先ほど言ったようにとにかく一番もう突然の出来事にヘトヘトになって帰ってきた時に自分の家に入ることもなかなかできなかった。それからその後もいろんなことをしなきゃいけないんだけれども、突然記者が来たり、あとすごく印象残っているのは電話で、例えば朝日新聞の社会部の川原と申しますけどって電話が来たとしても、本当に記者なのかオウムの信者が記者を買ってたってかけているのかわからないから怖いって言われたことがあります。それも私のこう発想にはなかったことで気がつかなかった。でそういうふうにすごく最初に嫌な思いをしてしまうから、本当はその被害者とも伝えてほしいことがあったり知りたいことがあったり、だんだん裁判を傍聴していって事実が分かってきたりして疑問を抱いたり社会に伝えたいことができたりしても、でもあれじゃと思うんじゃ記者の人たちだってよくないでしょって高橋さんに言われたのが勉強会の最初でした。で一方で私たちはその地下鉄サリン事件のような、いわゆる大事件大事故、多くの人が関心を持ったり多くの人が死傷したりする事件事故の取材を多くするわけですけれども、そうじゃない、事件事故の被害者家族の人たちからも話を聞く中で、大事件事故のメディアスクラムのことだけではなくて、真逆のことも言われました。少年事件の被害者のご家族やあるいは交通事故の被害者のご家族などから言われたのは、どうして私たちの話を聞きに来てくれなかったんですかって言われたことがあります。最初に言われたのは少年事件ので息子さんを亡くされた方だったと思いますけれども、新聞に出ているのは警察の話と俺は生き残った加害少年たちの話だけじゃないですか、どうして私たちの話を聞きに来てくれなかったんですか、私たちの話をちゃんと聞いてくれればうちの息子が喧嘩をするような子供かどうか分かったはずだというふうに言われたこともあります。それから交通事故でお子さんを亡くされた方からは、うちの息子が亡くなった日はたまたま新聞休刊日でした、うちの息子は、亡くなっても新聞記事にすらならなかったんですっていうふうに言われたことがあります。つまり手がかりを求めたいと思ってもそういう事故死亡事故があったということ自体が知られていない、そういう話も聞かせていただくことがありました。で高橋さんや、いわゆる大事件大事故の方たちが言われてちょっと困ることの一つに、あなたたちはいいわよねって言われることがあるっていうのも後で聞いたんですけれども、注目されて意見を聞いてもらえて、自分たちの話がこう社会に、
伝えられていく、それをいいわねって言われても、そもそも事件自体がいいわけではないんですけれども、そんな風にさえ言われることがあるっていう話も聞いていくうちに、これは被害者に取材することをやめたら解決するというわけではないんだというふうに、だんだん気がついて、私はますます困るようになりました。じゃあ一体どうすればいいのかと。で、例えば事件事故の直後に話したい、あるいは話す人もいれば、もう一切断りっていう人もいます。で、その方がどういう方であるか私たちにはわからないわけですよね。それを一体どうしたらいいのかというのと、あと例えば、事件現場に行く人数を若干減らすとか、報道の仕方っていうのは自分の社内で話し合って書いたりすることはできるわけですよね。だけど事件直後に大勢の人が集まってしまう、さっきの高橋さんが言ったような、いわゆる、メディアスクラムというのは一社だけでは解決できない。それをどうしたらいいかというのが分からなかったというのが大きな問題でした。それから、被害者の方たちの勉強会も含めて話を聞いていく中で思ったズレの一つとして、私たちはなんで被害者を取材するのかというふうに問われたときに、私が駆け出しの頃から言われてきたのは、悲しみを伝えるためだ、悲しみを社会に伝えて共有するためだというふうに言われて、なんとなくそうかなと思ってました。で、それはあながち間違いではないと今でも思いますけれども、実際に被害に遭った方たちに話を聞いてみると、事件直後に悲しいっていう気持ちにはなれなかったっていう方が少なからずいました。それまず現実として受け止めきれない中で、例えばお葬式をしなければならなかったり、高橋さんからも聞いた覚えがあります。お葬式の時の写真を後で高橋さんが自分で見たら、笑っている写真があって、自分ですごくびっくりしたと。なんで私笑ってたんだろうって考えてみたら、急を聞いて全国各地から何年も会っていなかったお友達だとか、いろんな人たちが駆けつけてきてくれた。で、会えた時に多分それは嬉しかったのかもしれないって言ってましたけれども、それほど何が何だかわからない中で、直後過ごしておられる人たちの様子を伝えるときに、その人が心から悲しいと思えていないときに、悲しそうな写真や映像を撮り、悲しそうな一言を、つければ悲しみの報道はできるんですよね。で、それは間違いではないけれども、本当の被害者の姿ではなかったんじゃないか。私たちは一体何を何のために報道しようとしてきたんだろうかということをすごく考えさせられました。で、勉強会などでも、本当に胸襟を開いて体験を話してくれた人たちの話を聞いていくと、よく言われる、例えば名前の、話の議論というのはよくあって、それ自体意味のないことではないんですけれども、そういうことよりも、その中身の方、質に対する報道への期待と、質に対する失望っていうのが一番大きかったように私に思いました。で、要するに何のために来ているの？で、多くの遺族の方が言ったのは、どこかに悲しい遺族がいましたっていう、ストーリーの消費のためだけだったら私は取材を受けたくない。二度とこういうことが起こらないように本当にしてほしい、あるいは真相に、少しでも近づいてほしいと、そのためなら協力するけれども、単に何ですかね、とっても表面的なことだけを切り取っていくものが実際に多くて、そういうものの素材ということだったら取材を受けたくないというふうにも言われました。で、そんな風にして、被害者、そしてご遺族の方たちからの実際の生身のお話ですごく教えられることがあり、鍛えられるところがありました。で、そんな話を社内でも共有したり、事件報道の手引きっていうのは朝日新聞社では作っているんですけれども、そこに反映させてもらったり、してやってきました。で、一方で、そのさっき言った一社では解決できないメディアスクラムの問題については、2001年に新聞協会も民放連もそれぞれ、対策というのを示して、これは大きな変化だったと思います。ただそこで、私もそこで安心してしまったというところが、多分振り返ってみると、それから被害者のいろんな権利ができていったという時期にも重なったので、
なんとなくこれでほっとしたというところがあったんですけれども、今再びこうやって被害者の取材報道が、まあ、あのほっと一緒になっているっていうのは、まあ、メディアスクラム対策というのは一応できたけれども、まあ、直後っていうのはどうしてもそういう状況になることがあったり、それからその根本的なところ、何のために被害者を取材して何を伝えようとしているのかという、その質を高めるという部分では、この2001年以降の積み上げっていうのがどのくらいあったのかなっていうのが、ちょっと振り返るとじくじたる思いがあります。その被害者と取材っていうのが、一番熱く議論されていたのがその2000年前後ぐらいかなっていうのが私の記憶ですけれども、そしてメディアスクラム対策ができた一方で積み残されたいろいろな課題があって、それが今再びあのデジタル、SNS のさらなる発達もある中で拡大してさらに見えているのかなというふうに私は思っています。何のことかというと、二次被害と言いますけれども、事件そのものの被害が一次被害とすると、二次的にそれに付随して受ける被害があります。でこれは被害者に接する誰もが起こす可能性があります。警察の捜査の過程で心ない対応を受けてしまったということもあるでしょうし、あるいは専門家とされる人たちから二次被害を受けることもあります。それから取材報道で、不本意な取材があったり、こんなこと私は言ってないのにという報道があったりということもあります。で、一番多く被害者になった人たちが二次被害を誰から一番多く受けているかというと、これは、近しい人たちからです。周りの人たちから受ける二次被害が一番多いっていうのが内閣府の調査で確かあったと思うんですけれども、これは、誰しも身近な人はいるわけで、しかしながら取材報道すべての被害者遺族が受けるわけじゃないので、まあ、一番多くというと周りの人たちの、まあ、善意であっても励ましであっても非常に傷つく言葉だったり心ない言葉だったりするわけですけれども、それは多分SNS で知らない人からも、今まではテレビの前でつぶやいているだけだったかもしれない言葉が、こう世界を駆け巡るという状況になっているということはあるのではないかなと思います。それからその2001年ぐらい、2021世紀の初めぐらいから、被害者支援というのはすごく、先ほど高橋さんが言ったように進んできて、いろんな人たちが支援に入るようになりましたし、例えば、弁護士会を見てもやっぱり2000年の前ぐらいから活動を始め、研究を始め、2000年だか2001年に日弁連の被害者支援委員会ができたんだったと思いますけれども、そして今では二次被害をできるだけ与えないように、二次被害を減らすようにと検証を組織的に行っています。でこれを、まあ、我らが取材報道業界で考えてみるとどうなのかなっていう気がします。朝日新聞社で言うと、やっぱりその2000年前後ぐらいからいろんな模索を始めて、今1年目の後半ぐらいの研修に組み入れて、被害者取材について研修をしています。高橋さんに来ていただいたこともありますし、今ほとんど1日かけて研修をしています。で被害者に接する職業なんですよね、記者は。でしかも知らないがゆえに二次被害を起こしてしまうことがあるんだとすれば、それを防げるはずなんです。だから国連のいわゆる被害者人権宣言に、関連する、ハンドブックの中で、ニュースメディアの専門家に求められているのは、その専門的な研修と、あと突然、一から議論しなくていいように倫理行動のようなものをあらかじめ考えておくという2点だけなんですけど、この2点は本当に最低限のことでできることだし、しなきゃいけないことじゃないかなと思っています。とりあえずじゃあここまでで。はい、ありがとうございました。なんか補足することありますか、高橋さん、今の河原さんの。いいんですか。はい、じゃあありがとうございました。ちょっと会場からの意見もたくさん、やり取りをしたいんですけども、私の方から一つ高橋さんに聞きたいんですけども、東京新聞で、勉強会 をやりました。弁護士さんを呼んで、被害者支援をやっている弁護士さんを呼んで、やったときに、簡単なことだと、つまりメディアスクラムをさえなくなれば、もうほとんど解決できるみたいな。で具体的に言うと、葬儀の取材は一切やらない、やめてほしいと。そうすればほとんどの被害者は、
なんとか、まあ、満足ってことじゃないんですけども、被害に遭わなくて済む、まあ、そんなことをおっしゃってたんですけども、そういう考えについてはどういうふうにお考えになりますか。確かにメディア取材はもう怖いっていう印象しかないので、うん、あれはまあやめてくださいっていうよりかはですね、私が代表でっていうような形で聞いてもらえれば、もう少し落ち着いてなんか話ができるんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、それもどうなのかわからないですけども、とにかく、感情が混乱してたりするので、そこに対応できるかどうかわからないですけども、その時点からもう支援者、まあ、弁護士さんとかね、支援者が、ついていればアドバイスを受けながらっていうことがあるでしょうけど、おそらく事件当日そういうことはないので、うん、やっぱりメディアスクラムっていうのが、スクラムということがやっぱりやめてほしいなというふうには思います。うん、あと葬儀は、やっぱり邪魔されるっていうことの方が、なんか、イメージとしては大きいですね。葬儀ってやっぱり、大事な家族とのそのお別れの、しかもたった一回しかない、その時しかない大事な時なわけですよ。それを、その、まあ私の場合にはですね、黒い喪服、まあ黒っぽい服装をして、はい、その式場に入ってきたらわからないわけですよ。私もその主人の付き合いのを全部知っていたわけじゃないですから、そういう人がいてもそのメディアだっていうことがわからないで、泣き声を取られたりとかですね、マイクをですね、IC レコーダーを持っていたっていうのも後でわかったんですけれども、あ、他にもそういう人いましたよね。そういう話、他の人にもの話も聞きましたけど、そういうなんかもう、後で聞くと何だったのっていう、もうすごく不快な思いをするようなことがあったので、やっぱりそれはやめてほしいなっていう、そういう思いですね。はい。いいですか？ご葬儀については少なくとも予定がわかるわけですよね。で、今比較的多分、まあ、記者クラブは良いか悪いかという議論ありますけれども、葬儀の取材については葬儀社を通じてなり警察を通じてなり多分打診をして、葬儀場の中には入らないとか一言言いたいというご遺族もいらっしゃるの で終わった後でどなたか代表の方がお一人、来てくださって親族としての思いを述べられたりという形がこのメディアスクラム対策を作って以降は、まあ一般的かなと思います。で、多分一番お困りになられるのはそれよりも前の直後ですよね。事件直後。高橋さんで言えばその日家に帰れなかったりとか、直後じゃないかなと。これはなかなかでも本当にどれだけの人が現場に駆けつけたり、あるいは被害者の家が分かっていったりしてるのかというのはなかなか把握しづらいので、なかなか難しいところがあるかなとは思いますけれども、でもそれも別に社によって行かないという選択肢もあると思います。はい、ありがとうございました。じゃあ今日は、現場の、ね、記者の方も来ているしデスクさんとか部長さんも来てますので、会場から意見というか質問をしていただければと思います。どうでしょう。まずじゃあ橋場先生ちょっと口火を切って最後の方がいいですか。はい、あ、そうですか。じゃあ共同通信の増永デスク口火を切ってください。ちょっとこちらでお話しいただいていいですか。共同通信の社会部の今デスクをしてます増永と申します。今日高橋さんに添付していただいた熊本日日新聞の記事は私が書いたものです。この原稿でちょっと扱われ方に不満が1個だけあるとするとですね、見出しが夫のためってなっちゃったんですけど、今お聞きになって分かる通り高橋さんはご主人のことをお話になるときに主人とおっしゃいます。まあ、主人という言葉が性差別的にどうなのかという議論あるかもしれませんけど、私にとっては高橋さんの原稿では
ご主人のことを話すになるときは主人のっていう方が普通なので、この見出しは本来主人であってほしかったんですけど、ちょっと多分熊日さんの行動に引っかかったのか夫に変わってしまいましたけど、私は先ほどおっしゃってた勉強会にも加わらせていただきまして、いました。私は裁判所のクラブに2000年の頭の方からいまして、オウム公判の担当は2002年ぐらいからしてるんですが、高橋さんとのお付き合いはその当時からになります。それで犯罪被害者報道のあり方ということで今日はやってるんですけど、私が胸張っているのは高橋さん取材の専門家だと言われれば絶対に私はそうだというふうに今胸張って言えるというところがあります。それで今伺いながらいろいろ感じてたんですけど、自制を込めて言えばですね、やりやすい取材に流れるということがありますが、私にとってはちょっと、高橋さんとお話しするようになったのは、先ほどもあったようないろんな公判の取材の待ってる時とか法廷の外でいろいろお話しするようになって、だんだんこうお付き合いが始まっていくんですけど、そうなると、何かあると高橋さんに伺えばいいやみたいなところもあってですね、そういうちょっと安気に流れてだんだんこうっていうところもあって、振り返ると高橋さんの記事は一番直近でいうと今ご覧いただいている記事なんですけど、この十何年間で果たして高橋さんのことを何回書いたのかっていうぐらい書いてて、この記事も実は書かなきゃっていうことになって100行ぐらいの記事ですが、2、3時間で書いたんですけど、おっしゃっていただいたように取材全くしてないって、全く取材してないのに人の人生2、3時間で書いちゃうっていう、その なんかある種の罪悪感もあったんですが、裏返すとそれだけいろいろお付き合いいただいているということでもあってですね、その辺はちょっと良かったかなというところではあります。それでちょっと去年の話すると、私去年高さんとニューヨークに行って911のテロ遺族との交流されるところを取材して、弊社で去年1年間投資で配信した通年企画の笑い命ささめくというのがありまして、その1回として配信しました。その時にどういうテーマで書こうかというふうに高橋さんと話してたら、高橋さんがPTG って知ってますかっておっしゃったんですね。ご存知の方はいらっしゃるかもしれませんが、 PTG というのはポストトラウマティックグロース、傷つく方がポストトラマスティック、何でしたっけ心的外傷ですね、ですけど、ポストトラマティックグロースは成長です。心的外傷を得た後に成長するという研究が今あって、この20年ぐらいのものだそうですけれども、っていうのがあるのよというふうにおっしゃっていただいて、そうなんだ、僕は初めて知りましてですね、でいろいろ調べてみると、研究者の方、日本の研究者の方が提唱した考え方であること、あるいは911のテロ遺族にも今大学の先生になってその PTG を研究していらっしゃる方がいるということ、いろんなことが分かってきて、で高橋さんと一緒に専門家 の先生のところに一緒に取材とか、勉強させていただいて、いろいろ学びました。その中でやっぱり分かったのは、高橋さんというのはこの二十何年間成長されてるんだなっていうことが初めて分かって、なんていうんですかね。でその話と、現地で911 の団体と交流されているところ、その現地の先生の話なんかを交えて、少し長い原稿を書いたんですけれども、その取材の合間なんかにいろいろお話しされているとですね、ちょっと詳しいことを話さないと本来いけないんですが、ちょっと時間の節約のため、ちょっと走りますと、高橋さんの言葉を借りると、高橋さんは私の人生はこれでようやく面白くなってきたとおっしゃるんですね。その詳しい意味するところは高橋さんから多分お話ししていただいた方がいいかもしれないんですけど、でやっぱりその振り返って被害者、今被害者 その支援の波っていうのがあったときに、高橋さんはやっぱりこの波に乗らなきゃどうしようもないと、今こそ乗るべきだと思って乗ったというふうにおっしゃる。
私たちはともするとその被害者っていう方に当てはめて、あのすごく大変な人って思いをされている方たちで、悲しい思いをされている方たちだって思って取材して原稿を書きますけど、あのやっぱそれだけ、まあ、もちろんそういう面もあるけれども、それだけじゃないんだなっていうのをこの高橋さんのこの付き合いの中でようやく分かってきて、やっぱりその、まあ、被害者報道っていろいろな形がありますけども、非常にあのやっぱりあの記者何でもそうですけど、あの謙虚にですね、あの先入観をなくして、あの胸襟開いて、あの全くなんていうんですかね、あの虚心坦懐にお話を伺うといろんな発見がずっとあるんだなっていうのは、まあ、あのこのもうお付き合いしてから十何年になりますけど、改めて最近感じていることであります。まあ、一方でやっぱりその今あの、まあ、ザマ事件の話もありましたけど、その顔写真どうするとか、あと実名匿名の問題とかいろいろありまして、我が社もいろいろあるんですが、あの、まあ、その中でもやっぱりその実名を出してこそ、高橋さんのように顔を出して、まあ、あの顔を出すことの大変さというのももちろんあるんですけども、顔を出して名前を出して、そして経験をきちんと語ってこそ、こうして伝わることがあるんだなということは、やはりここで強調しておきたいなと思っております。少し長くなってすみません、はい、どうもありがとうございました。なんか補足することありますか？PTG のそう、 PTG、 その確かにそういうあの感覚を持ったのはですね、その今増永さんのお話にもあったその面白いっていう言葉だったんですね。これは、村上春樹さんがアンダーグラウンドを執筆し始めた頃に、まあ、ある新聞にそのことのインタビュー記事が載っていて、私はそれを読んでたんですね。で、その後に、あの、講談社の人と村上春樹さんとで、あの、私も会った時に、あの、まあ、村上春樹さんは何も言ってなかったんですけども、まあ、あの、聞き取りをしたいと言った時に、私が、その、村上春樹さんにちょっと食ってかかったというか、私は、あの、その新聞の、その、面白いと、この聞き取りをするのが面白いというふうに書いてあった。それってどういうことですかっていうふうに言いました。で、それがですね、やっぱり20年経って、自分の人生も、あ、面白いっていうことが、あのなんとなく感じてきたんです。ですから、あの村上春樹さんがあの時に言ってたのはこのことかっていうふうに今ではあの分かります。でもやっぱりあの被害者の聞き取りをするのが面白いっていうのは全然その時には分かんなかったんですね、当初は。だからあのやっぱりこう被害を受けて、それでもそれを包括した人生を築いていくっていうことの面白みっていうのは、今でもこれは誤解されるっていうふうに思っていて、この面白いっていう言葉を使うの怖いんですけれども、でも多分この言葉を理解してくださる人はいるんじゃないかと思っています。あのやっぱり自分が一生懸命やって、何らかのその自分の人生が築かれていってる、その社会の中で自分の位置が分かってくる、あるいはあの嫌だと思ったことをあの訴えていって、それが何らかの形で変わってきているということが見えたときには、やっぱり生きててよかった、でこうやっていくことの面白みっていうのがあの分かるんだっていう、そういう感覚になってきました。でこれがその PTG っていうことなのかなっていうふうに私も今思ってるわけです。あのどうぞ誤解しないで聞いていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあどなたかなんか、ぜひこれを言いたいとかですね、あの質問したいとかっていうことがあったら、あの遠慮なく、発言してください。どうでしょうか、発言ない場合こちらから指しますけども一つ今の高橋さんに付け加えていいですか。いろいろ娘さんもおっしゃってましたけれども、社内で考えたりとか議論したりとかするときに、やっぱり当事者がどういう体験をしているかっていうのを聞いた上で、
議論しないと、私たちだけで議論しているといつも同じような議論になり、いつも同じような結論になる気がするんですけれども、やっぱりどんな体験をされているかって聞いてみてびっくりすることがあるので、聞いた上で考えた方がいいかなと思いました。高橋さん、昔はね、そのしばらく黒い服しか着られてない時があって、ある時もう黒い服の機能やめたっていうふうにおっしゃってたんですよね。あれは何年ぐらい経ってからでしたっけ？何年ぐらいですかね。なんかやっぱり自分がその遺族だけでこう、いろんなところに表出するのは嫌だっていうふうに思った時に、黒はやめようっていう、そういう気持ちになりましたね。今はもちろん黒を着てる時もありますけれども、でもなんかこう、私は遺族ですっていう、それだけの高橋は嫌だなって思ったんですね、まあ、そこまで行くには長い続きと、ね、葛藤とかね、いろんなものがあって、まあ、そういう境地に、ね、なられたんじゃないかなというふうに思うんですけども、どうでしょうか。じゃあ私の会社の先輩、あ、じゃあどうぞどうぞ。朝日新聞 OB の稲見と言います。大変お二人に敬意を表します。それから大変ご苦労様だと思います。新聞記者は自分のやってることは正しいことをやっていて、これが新聞やテレビで報道されることによって、その正しいことが伝わるから、自分の行動はすべて、まあ、なんていうか、非難される筋はないというような思った立場で、まあ、いろいろやると思うので、それでずいぶん迷惑をおかけしていると思います。私最初に被害者の立場を気がついたのは1961年に仙台におりまして、松川事件というのの裁判があって、被告が無罪になって、そして支持者の人たちが仙台の街中をデモ行進して万歳万歳とやっていたんですけども、その時に松川事件で蒸気機関車の熱湯の中で、が転覆した、その熱湯で、機関士かどなたかがもう水ぶくれのようになって死んでしまったっていう、その時にその被害者の方の言葉がどの新聞のにも一字も載ってないということで、被害者っていうことをもっと考えた方がいいんじゃないかなって思ったのが最初なんですけれども、ずっと欧米の被害者対策が進む中で日本の対策はずっと遅れていたと思います。で、私新聞社を卒業するにあたって、刑事司法の中で少なくとも、被害者の立場をもっと理解して、被害者の、先ほど高橋さんがおっしゃられたように、被害者の傍聴席はないのに、なんか他の方の傍聴席はあるとか、そういうのはやっぱりちょっと遅れてるというふうに思いまして、そういうものの改善を訴えてきたわけなんですけれども、現在は最初の頃よりかそういったものはだいぶ改善されているというふうにお考えでしょうか。あるいはこれから新聞記者は、新聞記者として反省すると、質問が非常に下手くそでですね、あなたにとってこの事件はどうですかとか、そういう、あんまり頭で考えもしない突飛な質問をしたりして皆さんを苦しめていると思うんですけれども、そういったことには多少は改善されてきているわけでしょうか。その辺のことをちょっとお伺いしたいと思います。改善されてきていると思います。でもですね、やっぱり私に関して言うと、オウム事件ってもう今若い記者の人たちが実体験としてあまりお持ちでない方が多いというふうに思っているので、なかなかこの坂本事件は89年ですから、それから考えたらもう30年ぐらいになるわけで、そこの最初からっていうのもとは思いますけれども、
ただでも日航機墜落事故 の, あの事件のご遺族の人、あの事務局長の事務局長でしたけど、宮島さんなんかは、あのこの私たちの事故に関するもの全部読んできてから取材に来てくださいって、私たちの勉強会でもそういうふうに言ってましたけども、まあ、それが当たり前なのかなとかは思いますが、まあ、オウム事件ってとにかく事件数が多いからなかなか大変で、そこら辺は難しいのかなと思います。すごくこう質問はほとんど、あのそれこそ今のお気持ちはで終わってしまうような感じですね、うん、新聞記者、あの支局、自分の持ち場から飛び出して現場に行ってですね、何にも分からずに行って向こうで聞けばいいや、こういう対策なんですよ。そうですね、うん、あの大手の記者の方ではなかったんですけども、あの一番私がショックを受けたのは、私は偏見を持たないで、あの高橋さんのところに今日来ましたって言って、ところでどなたを亡くされたんですかって言われたそういうこともありましたので、もちろんもうそのすみません、お答えできませんっていうふうにして、その取材はもうお断りしましたけれども、なんかそういう、ね、いろいろな経験はしてきました。今の話、私も最初聞いた時はすごくびっくりしたんですけれども、他に少なくとも2人の別の事件事故のご遺族が、ところでどなたを亡くされたんですかって聞かれて、そこでその瞬間取材を終わりましたっていう話を聞いたことがあります、うん、あまり昔と変わってないのかもしれません。はい、はい、じゃあどうですか、他に。はい、じゃあどうぞ。こんにちは、読売新聞の小松と申します。94年から4年ほど司法クラブにおりましたので、高橋さんに名刺を渡した中の一人です。今あのちょっと自分記者が自分が正しいとか、それから現場に、行くときに何も考えずに行くとかという話がありましたけど、今そういうことございません。そのように、研修はさせております。あの私自身もですね、私自身もあの、事件事故の原稿を書くときに自分が正しいと思ったことはないです。どうしてかと言いますと、ちょっとだけ前提、ごめんなさい、話しますけれども、私は、記者1年目から連続幼女誘拐殺人事件というのを、担当いたしました。ひどい取材でした。ひどい取材をしたし、ひどい指示をされました。詳しくは言いませんけど、二度とこんなことはしたくないという思って、二度と被害者の取材はしないというように思って、警察はもう嫌ですと言ったら裁判所に行って、たくさんの被害者の方を取材するということになりました。でその幼女連続誘拐殺人事件の判決の時も、なぜか私は裁判所クラブで担当でして、その時に被害者のお名前をどうするんだということになりました。私自身は被害者のお名前を今でも空で言えるぐらい書きましたので覚えてますけれども、どうするんだという時に、まあ結果的にですけれども、すべて匿名に判決報道ではしました。でその後いろいろ、あの2005年の個人情報保護のこともあったりしまして、今は被害者の報道というのは匿名が正論ではないのかという動きもあります。弊社は実名ですということをまあ掲げていまして、座間事件の時は、起訴の時に、ネットには流さない、しかし紙面では1回だけ書くということを社として決めたと思います。高橋さんにその事件により本当にそれぞれで、それぞれについてパターンがこうだとか一定してこうだということは言えないことは分かっているんですが、その被害者の実名報道、匿名報道、またはその実名にする場合の書き方
あの事件にあった詳細をやっぱり書くべきなのかそうでないのかということがあります。もしご意見があったら聞かせていただければすいませんと思います。なんか私はさっきも言いましたけども、やっぱりそれその事実が、まあ、A さんとか B さんとかだったらば勝手に書かれてしまうとか、今ネットでこう拡散されてしまうっていうことの方が私は怖いなっていうふうに思ってるんですけど、そういうふうに思えるのは今の私であって、事件直後の人がどう思うかって言ったら、なかなかそれはちょっと私には今あの言い切れないものがあります。うん、あの被害者の取材について今小松さんが補足してくださいましたけれども、あの各社いろいろ研修やら引き継ぎやらでちゃんと徹底して、当然ながら事前に準備していく、勉強してから取材に行くとかっていうことを、まあ、記者教育の中でやってると思うんですけれども、私もそう思ってました。ただ実際に取材にあった被害者遺族の方たちの話を聞いてみると、先ほどの高橋さんの話のようにびっくりするようにやっぱり取材があったり、あるいは行き違いだったのかもしれないけれども、報道に対して引っかかりを持ってらっしゃる方がいたりするので、なんとなく自分の周りを見てちゃんとみんなやってるはずだというふうに思うんだけれども、やっぱり それが、まあ、行き届かないというか、あるいは知らないからなのかわざとなのかわからないですけれども、そうじゃない面っていうのもやっぱりあって、で私がなぜ研修が大事だって、叫んでいるかというと、そのやっぱり各社任せで各社で 本来やるべきものだと思いますし、統制するようなものではないと思っています。ただそういうものを受ける機会がない、取材者もいると思うんですね。あるいは、まあ、あの東京で警視庁クラブの記者のようにずっとトレーニングというか、あの事件事故のことを毎日考えてスキルも持っている記者ばかりではなく、例えば地方のローカルの取材拠点で人が少なくて午前中銀行の頭取の会見に行き、午後事件取材に行ったりとかっていうこともあると思います。それで各社で全部やれと言われても、なかなか知恵が浮かばなかったり、地元で良い講師が見つからなかったりというようなことがあると思うので、高橋さんが講師を務めてきたようなその放送会では、NHK と民放連が一緒になって研修をしている中で、一コマ被害者取材というのは必ず入れている、で反響もすごくあるというふうに聞いていますけれども、そんなような機会が他のところでもやっぱりいろんなところで受けるチャンスがあった方がいいんじゃないかなというふうに思っている次第です。はい、ありがとうございました。あと私はその被害者支援センターにちょっといた期間があるんですけれども、そこであの私はあのやっぱりその支援、被害者支援が行われているっていうこともやっぱりみんなに知ってもらった方がいいんじゃないかと思って、そのメディア対応をした方がいいっていうことを言ったんですけど、まあことごとく それはあのそれ必要ないみたいなことを言われていたんですね。それで結局私はもうそこを抜きに、あの河原さんにもあのご相談して勉強会っていうのが始まったんですけど、本来でしたらその支援者はあのメディアの事情っていうのをちゃんと知るべきだと思うんですね。あのどういうふうに報道するかとか、取材してどういう、例えば私はその、まあ、弁護団がいましたから、弁護団が、まあ、会見をあのいつしましょうっていうのをちゃんと最初からこうあの幹事社と相談して、私はそのいつすればまあ効果的に報道してもらえるかとか、そういうことをが分かってきたんですけれども、そういうことも何も知らないと思うんですね。あのそれはまあ弁護士さんは知ってるかもしれないんですけれども、あの警察の支援センターの人もそういうのは知るべきだと思うし、あのもちろんあの個人としても、例えば学校の教育の中でもやっぱメディアっていうのを入れてった方がいいと思うし、むしろあのメディアってこうなんだっていうその仕組みとか事情とか、あの皆さんの心意気とかですね、あのそういうものも伝えていく必要があるんじゃないかなって逆に思ってます。でこれはですね、あの一番感じたのは、
あれは2009年でしたかね、神戸で、あの災害の大規模な神戸というか兵庫県で行われたあの訓練があったんですね、テロ訓練。その時に私は、メディア席で見たんです。メディアっていうのはその訓練をしているのは学生が被害者になっていたりとかですね、それから、もちろん自衛隊とか、消防とか警察とか、まあ、いわゆる被災者に関わるような人たちっていうのはもう訓練に入るんですけど、メディアはそれを見る、ここにいてくださいっていうメディア席っていうのがあったんです。なんでと思いましたね。なんでその訓練の中にメディアが入らないのか、なんでだろうって今でもそれは不思議に思ってます。だって一番必要な災害報道って必要なことで、もう私は主人がどこどこの病院に運ばれたっていうのをテレビで知って、それで駆けつけたっていうのがあるので、もう本当にそういうこうなんて言うんでしょうね、メディアが遠慮しすぎっていうか、もっとみんなの中に入っていって報道がいかに大事かっていうことをみんなに分かってもらうっていう、そういう、まあ、活動って言ったら変ですけども、みんなに分かってもらったらいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。じゃあ橋本先生。毎日 OB の橋場と言います。お二人どうもありがとうございました。被害者報道というのは本当に難しい、いろんな側面があるので、まあ、この場であらゆる課題を語るのはまあ無理だと思うんですけども、実は唐さんも指摘されたように2000年に新聞協会でメディアスクラム対策を出しましたけども、私は当時毎日新聞のメディア面を担当してたもんですから、そこの、委員の一人として参加してあれを作ったんですが、その後上智大学に行ってジャーナリズムを教えてて、メディアの様子を、まあ、外から見ることになったんですけども、まあ、メディア対策だ、ごめんなさい、犯罪者法上だけじゃなくていろんなメディアの課題についてですねがいっぱいあるんですけども、そういうのをこうずっと見てると、なんで同じことをこういつまでたっても繰り返し繰り返し同じ場所に戻りつつですねやってんのかって、イライラするしてたんですね。その一つがまあこれで、メディアスクラムがやっぱりこの被害者報道の問題の一つであることは間違いないんですが、じゃあメディアスクラムの対策、当時出した対策に沿って現実に現場の記者たちがですねそれを守ってちゃんとやってるのかどうかっていうのを本当に疑問に思っちゃうんですね。でこの場にいらっしゃる中にテレビの人がいればちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけども、まあ、そういうのが一番分かるのが映像としてテレビが見えるわけですけども、例えばメディアスクラムの前の2年ぐらい前に、犯罪報道、犯罪の報道に関するその人権をもっと大事に考えようよという中で、例えば署名記者が署名をして書いて、ごめんなさい、そうじゃねえな、呼び捨てじゃなくて、容疑者とかって使うやり方をやろうよとか、それから、手錠をはめられて警察構内を移動する時の映像をやめようとかですね、いくつか申し合わせがしたのにしたはずですよね。だけど今見るとそういうのがもうまるですっかり忘れたかのように、復活しているような印象を受けています。なので川原さん、放送人規則研修っていうのをやって、この被害者取材のこともやってらっしゃるっていうんですけども、果たしてどれだけ現場にねたどり着いてるのかということですね。それはむしろ現場の方に聞きたいくらいなんですけども、メディアスクラム対策にしても新聞協会で出した後の雰囲気、まあ、間接的ですけども聞いてても、
新聞協会が声明出しても一斉の記者に本当に届いてないっていうか、会社それぞれの会社に帰るともう忘れてやってるような気がしていました、ずっと。で、まあ難しいことも確かで、社内研修やるにしても、地方の支局の例えば新人さんにやる場合と、本社で例えば ある程度経験を積んだ記者に教えるのとでは多分違うだろうし、それから事件の発生の仕方によっても随分違ってて、被害者がいっぱいで一斉に出てきたとき、例えば飛行機事故とか、まあ、サリンの事件もそうですけれども、そういったときに被害者がいっぱい出たときにどうするかとか、時間の経過によっても随分対応が違うわけですよね。ですからそれをいちいちこう一律で協会の声明とかなんかでまとめるのは難しいわけですから、まあ、ご存知のようなスタイルでしか出していませんでした。まあ、今反省するとやっぱりその中心として仕切る代表取材とかというようなものを仕切るのは記者クラブが、現場の記者クラブがやれというようなことを言いましたけれども、まあ、やっぱりその記者クラブが仕切るにしても、どう機動的に実際の現場に状況に応じてやるのかっていうところまでは踏み込めなかったので、そこはまあ、課題として残ってたわけですね。ですからまあいろいろなその柔軟に本当に物事を考えなければいけないわけですね。ですからまあ今実際皆さんの現場でどうなってるのかということも知りたい、まあ高橋さんに聞いてもね分かりませんから、カラさんにしても、まあ、司会の瀬口さん、あるいは現場に今日来ていらっしゃる方にも伺いたいし、でやっぱり僕研修で大事だなと思ってるのは、このテーマだけじゃなくてあらゆることがそうなんですが、やっぱりデスクですよね。現場の記者に指示をするときにどんな注意をして、現場に派遣させているのか、デスクあるいはキャップですね、その辺の問題もやっぱりないがしろにはできないんじゃないかなというふうに思っています。結局業界として考えると、一つは仕組みを作ること、マニュアルにしても申し合わせにしても、それをやること、でそれをどうやって各社の現場の一線の記者までどうやって、肌身で実感して現場に行くようになっているのかということが一つ、それからもう一つは河原さんも指摘されたように、つまり報道の質ですね、何のために取材するのか、これはもっぱらやっぱり社全体、その第一線の責任者はデスクですから、やっぱりそのデスクの意識をどうやって変えていくのかということに尽きるんじゃないかなと今思っています。まあ、質問と意見とごちゃごちゃ混ざっちゃってます。でもう一つは高橋さんがおっしゃいましたように、この問題ってずっと昔からある問題という意味で報道と被害者との関係があるんですけども、実は新聞とかテレビって昔はメインストリームとしての新聞でしたから、この新聞やテレビが何とかすれば何とかなったかもしれない、でその何とかするためにまあ業界としても考えてきたわけですけども、今はネットがあるのでそのコントロールが実は効かなくなってきてるわけですよね。でそれをどうするかっていう問題が実は現代的な意味では非常にあると思いますね。これはお互いに考えていかなければいけないだろうと思いますが、ただ逆にその実名か報道かというところで、じゃあ新聞やテレビが匿名にすればいいかっていうと、そんなことはなくて、それでも調べ上げてきちゃうネットの人たちがいるわけですね。ですから蛇口を絞れば済むという話ではないということ、やっぱりネットという仕組みを理解した上で、それをどう していくかっていう問題があると思うんですね。でそこはまあ僕の浅い知恵で言えば、結局彼らがやってることは基本的には違法あるいは不法行為です。プライバシーの侵害だとか名誉毀損だとか、あるいは侮辱だとか、そういうことになるわけで、それが
先ほども紹介されましたように一番最初被害者が被害を二次的に被害を受けるのは周辺の人ですよね。で周辺の人というのはつまり身近なあの世間です。でその身近な世間がどういうふうにあるべきかというのはこれはまあ文化の問題になっちゃうのでメディアだけの問題ではとても解決できないとは思います。ただ SNS なんかのネットで広がるああいう情報っていうのはまさにその身近な周囲の人たちの悪い面みたいなものが ある意味で世界中に広まっちゃう、お互いにやり取りしたり拡散したりして広まってしまうということですね。ですからそこはやはりある程度厳しく対応すべきだと。メディアも被害者もそして司法もあらゆるところで厳しく対応するっていう知恵をこれから出していかなきゃいけないなと思いますね。まあそのことについてはまた別の機会があるかと思いますけども、感想も含めて、以上です。はい、ありがとうございました。今橋場先生からいくつか多岐にわたる論点でお話をいただきました。一つは研修についてですけれども、少なくともその1年目研修では時期を分けて話をしています。被害直後、それから急性期、その後、要はどのタイミングってすごく大切ですよね。どのタイミングでどのように、こうアプローチをするのか、どんなことを、まあ、聞いたりお話ししたりするのか、まあ、分けて話はしています。それから、まあ、デスク赴任前研修とか、何年目研修とか分けて研修自体は組んでいるので、少なくとも私のいる会社ではですけれども、それも分けてそれぞれにやっています。ただこれが強制研修の良いところでもあり欠点でもありますけれども、もしかすると座っていて上の空の人もいないとは限らないかもしれません。でも勉強会だと関心がある人しか来てくれないんですよね。一番聞いてほしい人は来てくれないので、そういう意味ではとにかくその場に来て聞いてもらうっていうのは意味があると思っています。でそれで行き届かないとしても、とにかくできるだけその機会を提供するしかないと思いますし、最終的にそれで響くかどうかっていうのはその人が真剣に困って考えてるかどうかっていうことだと思います。1年目研修、前日ちょっと見学をさせてもらったんですけれども、みんなものすごく真剣でした。それは現場で困ってるからだと思います。もう大学を卒業したりしてすぐですよね。で事件現場に取材に行ったり、被害者遺族の話を、まあ、聞いてくるように言われたりして、ものすごく自分が迷ったりして、手がかりを求めているから必死なんだと思います。そういうところには染みていくように思います。それから事件、取材現場がどれくらい変わっているか、私ちょっとこの3年余り地方に行って東京にいなかったので最近の状況は知らないんですけれども、メディアスクラム対応ができてしばらくの間は各地の現場を見に行きました。そこで見ている限りでは、ご葬儀などの取材においては服装についても気をつける、まあ、マナーみたいな話ですけれども、これもご遺族の方に聞いてすごくびっくりしたのは、別の取材現場から多分来たカメラクルーだったりするんだと思うんですけど、花柄のシャツを着ていたりとか、木風の人たちがいる中ではものすごく目立ってしまう格好で来る人たちがいて、先ほど高橋さんが言ったように本当にただ1回の大切な時間をかき乱されたっていう話を聞いたりしたわけですけれども、その後各地で見た限りは皆さん自分たちで考えて、別に喪服じゃなくても黒っぽい服を着たり考えて行動していました。ただそれから時間が経ってますの でどんどん世代も変わっているので、今の現場に行く人や指示をする人たちがどのくらいの時のヒリヒリ感みたいなのを、知っててくれるかなっていうのはわからないですね。でも全体的に言えば私の上の世代よりは今の若い世代の方が被害者取材だけじゃなくて何事にも丁寧だと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ今回事件の現場でね、現場に近いところにいる人の話なんかも聞きたいなと思って、ちょっと指名してもいいですかね。東京新聞の警視庁のキャップの大野君が来てますんで、ちょっとメディアスクラムに関して一部でもいいんで知ってることを。すいません
上司から、指名を受けました東京新聞で決勝キャップやっております大野と申します。もうすぐキャップ終わるんですけども、次デスクなんでまた支持する側の立場になるものですから、今日はぜひとも来たいと思って来させていただきました。座間事件、私の、まあ、弊社としては被害に遭われた方が非常に多かったものですから、日頃事件取材しない友軍の記者なんかもご遺族のところに行きまして、普段警視庁に担当している記者は捜査員の方を回るというふうな形で分担していました。当然捜査員、捜査一課長のところ、捜査幹部のところは、各社押し寄せるんですけれども、その辺はもう日頃から取材に慣れている人たちなので、まあ、良かったというか、まあ、特に大きな問題は生じなかったんですが、被害者遺族の方のところではメディアを仕掛けて110番されるということがたびたびありましたあったように聞いております。でただ、まあ、支持する池という側からするとメディアスクラムしたくてしてる記者は誰もいませんし、かといって、まあ、メディアスクラムしませんとなるとほとんどその被害に遭われた方がどんな人かがわからないまんまその事件が進んでいくということにもなりかねないかなと、私たち取材しませんというのもなかなか自分たちで言いづらいですし、先ほどからお二人の話を聞いてましてどうすればいいんだろうなって非常に頭を抱えながら話を聞いておりました。その辺先輩として川原さん何かサジェッションいただけないでしょうか。被害者宅のメディアスクラムについてですか。どういう方が知りたいっていうのはあると思いますし、もしかするとご遺族の側も伝えたいこととか知ってもらいたいことが生まれる時があるかもしれないと思いますけれども、それはあえて言えばその直後じゃないと聞けないことですかね。少なくとも生活できないような状態にすることは私はやっぱり控えなければならないんじゃないかという気がしています。で行く段階ではわからないですよね、どれほどの人が来てるのか。で行ってこれはもう家から出られもしない、後で聞いた中でなるほどと思ったのは、要するに通院を必要とする家族がいたのに病院にも行かれなかったとか、被害に遭った子の他に子供がいるんだけれども通学を再開しようと思っても開けるとバシャバシャバシャってフラッシュが光るので怖くて学校に行かれなかったとかっていう話を聞きますけれども、そういうことはやっぱり控えなければいけないんじゃないかと思います。ただそうやってちゃんと聞いて伝えたいっていう思いを伝えることをアプローチは必要だと私は思っています。それに答えていただけるときが直後に話をされる方もいます。時々とある事件でとある社の、とある支局が、3日間ぐらいは遺族宅に行くのはやめようと思って、まあ、家の前まで様子を見に行ったんですけれども、あえてこうブザを押すとかせずに、でしばらく待ってたけど誰も出てこなかったので、まあ、そのまま引き上げてきたところ、たまたまその方は直後でもお話しする方で、他の、ピンポンして中に入っていた他社の話には応じてくれていた、いわゆる特落ち状態ですねになったこともあったんですけれども、まあそれも含めてそういうことがあってもしょうがないと思って辞めるっていう選択肢もありますけれども、とにかく自分がどこのどういうものでどういうことで話を聞きたいのかと連絡先を書いて、とにかく、アクセスをしてみるっていうことは必要、まあ、ご迷惑にならない範囲で必要ではないかなと思います。いろんな被害者遺族の方に聞いてみて、とにかく取材というものを受けたことがないし、マスコミというものがどういうものか全く分からなかったので、とにかく怖くて最初は断ってしまった、で追い返してしまってすまないことをした、後でなんか会うようになって話をしてみたらすごい話しやすい記者だったというふうに言われる方もいたりして、とにかく初めてのことですしどうしていいか分からないですし、なので、まあ、そうやって、まあ、取材したいという内容や気持ちを、まあ、直接であれば直接、あるいは途中で例えば弁護士さんがついたりとかするのであればその人を介して、できるだけ、長いスパンで見てお願いを続けるしかないんじゃないかなっていう気がします。地下鉄サリン事件でも事件から6年ぐらい経って
初めて取材を受けた方とかいらっしゃいましたよね、うん、飲行機事故でもあったと思いますけれども、そういうタイミングっていうのがあるので、直後だけではなくて被害者の取材っていうのはできると思います。で一方で、例えば大学などで話をしたり若い記者に話をしたりするときに割と前提として、あ、こう思ってるんだなと思うのは、被害者に取材することは悪いことだっていうふうに思っている人が多いんじゃないかなっていう気がするんですけれども、でそこで何ていうか記者で言えば罪悪感ですよねを抱いていたりとか、あの大学生ぐらいで言うと悲しいって分かってるのになんでわざわざ悲しいですかって聞きに行くんですかって何度かこう質問されたりすることがありますけれども、その時私が答えるのは体験上言うと、私は悲しみを伝えるためだと思ってさっきも言ったように若い頃は取材をしていたけれども、本当のことはやっぱり聞いてみないと分からない、こちらで全然思ってもみなかった体験をされていたり、それは事実に近づくという意味においてもそうですよね。被害者がまあ目撃者である場合もありますし、その事件を多角化的に見るという意味においてもそうですし、やっぱり私が頭の中で考えている被害者ってこういうもんだろうとか、被害に遭ったらこういう行動をするだろうというのとは全くもう桁違いに体験をされていたり、想像の及ばないことがあるので、それはやっぱり申し訳ないけど直接教えていただかないとわからないですよね。じゃないと先ほど言ったようなステレオタイプな悲しい被害者がいましたっていうのをさっと流すだけになっていって、多分双方何にも良いことはない、ただの消費になってしまうということだと思うんです。だから本当のことはやっぱりちゃんと聞かなきゃわからないし、丁寧に聞かなきゃわからないので、そういうふうに接するやり方をもう一つのやり方としてやっぱり続けていくしかないのかなという気がします。できればそれによって成し遂げられた良い被害者報道、積極的な良い被害者報道みたいなものを、こういうのがあるんだよってなるほどってこうみんなが思ったり、あるいは記者たちが目指したりできるように、何かこう1年に1回これはいいよっていうのを選ぶとか、なんかそういう制度ができたらいいなというふうに思ってます。いいですか。はい、相模原の事件でですね、私は同じような施設にいる人からちょっと聞いたことがあるんですけれども、こういうことを皆さんがご存知なのかどうかっていうのを知らないで私は今から言いますけれども、例えばですね、その入所している子どものことを親が隠していて、そういう兄弟がいるっていうことをその子の兄弟が知らないでいる、そういう家だったとかですね、あとはその親ではなくて後見人とか弁護士さんがついているとか、それでまあそういう個人情報を知られたくないとかですね、それからその障害が母親のせいだと思って、母親がもうすごく自責感を感じていたりすると。で、それがその年を取ってから出産したお子さんであったりすると、その度合いが、その自責感の度合いがものすごく高いんだっていう、そういう話も聞いたことがあります。それからあと電話とか手紙とか封筒の差出人ですね。それがやっぱりその施設名で出さないでくれと、事件と関係なくてもそういうことを常に気遣って、いるその親御さんもいて、その親は良くてもそのおじいちゃんおばあちゃんがダメだったりとかですね、そういう人もいるというような、病院でも病院の人に呼び出しで、普通は確認のために名前全部フルネームで呼んだりするけれども、うん、番号で呼んでくださいってお願いしている人もいるというようなことも、すごくだから自分の家族のその気を使っていたりしている、日頃からそうしている人が、まあ、ああいう事件が起きたりすると、じゃあ取材を受けるとか実名を出すとかっていうのはもうほとんど無理なことなんだろうなっていうふうに思いました。それからあとそのザマの事件だと、この前ご両親、まあ、少女のご両親が手記を出しましたよね。で、私はこれを読んで本当にそのたびたび家出をしていったという記事報道がされていて、すごくショックだったと。なんでそんな報道をしちゃったのかなって、そこからやっぱりメディアの人たちは反省すべきじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございました。さっき共同のサークさんが手を挙げたんで。あ、
こんばんは、澤と申します。共同通信の記者をしています。司法担当もそれなりにしたので、私の方は一方的にかもしれませんけれども、高橋さんにいろいろお世話になりましてありがとうございました。今のお話、あるいは実名匿名の話なんかともいろいろ幅広く関係してくることなんですけれども、やっぱりその今のお話もそうですけど、できるだけ遺族の方が伝えたいこと、それから今置かれている状況をどう改善するかっていう役に立つことっていうことをやりたいっていうことは、すごく記者として当然あるし、それをもっとやっていかなきゃいけないなと思うと同時に、どうしてもそれだけではやっぱり私の仕事が終わらないっていう難しさはどうしてもあると思うんですね。つまり誰のために書いているのかっていう、いろんな人、いろんな立場があって、でそこで、我々も板挟みというか、なかなかもうで、例えばその加害者の言い分っていうのも世の中にはこれはあったりもする。それはでもこんなこと書いたら被害者の人嫌だろうなっていうふうに思うこともあるし、でそういうその、誰のために書くか、あるいは誰のための報道倫理かっていうようなことについて、例えば被害者とか遺族の方から見ると、そのさっき記者の心意気っていうとってもいい言い方をしてくださったけれども、我々のその考え方とか、その何のためにみたいなこと、どういうふうにご覧になるのか、そういうことでこれはひどいんじゃないかって思われたことなんかも含めて、そこら辺の矛盾っていうか、どう見えるのかっていうことを教えていただきたいなというふうに思うんですけど。私が取材を受けたときに目の前にいるのはその人なんですよね。で、名刺をいただいたときには会社の名刺なので、あ、そういうところで報道されるんだとは思いつつも、やっぱり話をして対面している人は あなたで、そのあなた次第なんですよね。結局はそういうことなんですよ。で、どういうそのすごいこうアバウトな言い方するとフィーリングみたいなものがあって、結局ノートを出して質問すべきことをはいって言って、で今日はちょっとあれですけども、いらっしゃらないんですけども、ある人にこうある人から私は聞いた話なんですけども、私も そのこの社の取材を受けて、別の人もその別の人の取材を受けてて、で、後で話をしたときに、これで一本書けるって言ってたって言うんですよ。で、それで、その人たちはびっくりして、そういう聞き方をするのかって言ったら、もうアウトですよね。もっともっと聞いてもらえれば、いっぱいいろんなことが、話がこう膨らんで、行くと思うんですよ。よく川原さんと話をするんですけども、ご主人の趣味は何でした？あ、カラオケでしたって。あ、そうですかって、趣味はカラオケで終わるのか、じゃあどんな歌が好きだったんですかって、どんな時にそのあなたとカラオケを楽しんでたんですかとか、そのどん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 話が膨らんでいくか、あ、趣味はカラオケで終わるか、そういう、単純に話せばそういうことなんだろうなっていうふうに思います。私が聞きたかったのは、ことプラス我々書こうと思ったら、遺族の方にとってはあんまり嬉しくないこと、それは遺族のことで、あるいは被害者のことでじゃなくて、事件のことで、あるいは実名も含めて、だけど我々はこれは必要だ、世の中全体のためには必要だと思って書かなきゃいけない時もあって、そういうのはどう見えるのかなっていう。それはすごい知りたいことだと思いますよ。あ、それは人によって違うかもしれませんけれども、私なんかはそのオウムのこと全然関係ない加害者だったので、やっぱどういう、なんでこんな事件を起こしたのかっていうのを知りたかったので、それはその最初にはやっぱメディアというよりかは警察に聞いたんですね。そしたら警察の人が新聞を持ってきて、こうなってますみたいなことだったので、そう、やっぱり情報はいっぱい知りたかったです。いろんな細かいことを知りたかったっていうのがあるので、やっぱりいろんなことを書いて
この前も河原さんにお見せしたんですけど、本当に3月20日からのいろんなところの新聞を私は集めて、今でももう黄色くなってますけど、新聞はスクラップして取ってありますし、はい、非常に ですからそういう報道していただくことっていうのは、後々、まあ、直後は読めなくても、後々やっぱり欲しい情報ですね。澤さんがお聞きになりたかったのは、多分柳田邦夫さんが事件報道の現在と呼んでいることなんだと思います。どうしても被害者ご遺族が嫌だと思っても、事件そのものを報じることをやめるわけにはいかないとか、あるいは容疑者の側の言い分も載せなければいけないとか、こんなの嘘つきじゃないかと言われても載せなければいけないとか、そういうやっぱり現在を追っているというのは抽象的な言い方かもしれませんけれども、そういうことはもうなんていうか覚悟してやるしかないんだと私は思っています。で、自分にできることとしては、もうできる限り説明をできる関係であれば、自分の記事であれば説明をするしかない。それで別に 100% 納得していただけるとかそういうことではないとしても、それを尽くすしかないというふうに思います。ある例えば事件のご遺族から、この事件はこう呼ぶんじゃなくてこういうふうに呼んでほしいんですって言われたことがあるんですけれども、申し訳ないけれどもそれはできませんっていうふうに言ったことがあります。で、その理由はこれこれしかじかですって、いや、それで、まあ、納得されたかどうか分かりませんけれども、俺はなんていうのか、まあ、仕方がないというと僭越な言い方かもしれませんけれども、そういうふうにせめぎ合うことがありますし、で、一方で確かめなきゃいけないですよね、私たちはどうしても。だから相手にとっては、まあ、捜査関係者ほどではないとは思いますけれども、痛いところを聞かなければいけないところがありますよね。こう相手が触れば痛いんだって分かってるところを触っていくしかないようなところがあって、それをそっと痛いだろうなと思いながら触れるのか、何も考えずにバンってやるかっていう、もう違いぐらいしかないのかもしれないんですけれども、そういう認識をすることぐらいしかないんじゃないかと思います。で、プライバシーの侵害はいけないってよく言われるんですけれども、やっぱり確かめようと思うと、私も家計簿で確かめてもらったこともありますし、銀行通知を見せてもらったこともありますし、それはもう説明して納得いただけるかどうかですよね。逆にやっぱりすごく納得されない方もいらっしゃいます。はい、じゃあ時間も来たので最後の質問でどうぞ。東京新聞の加古といいます。今日はお話ありがとうございました。ちょっと遅れてきたんで、初めの頃のことが聞けなかったのはとても残念でした。まあ、ここまでいろいろ質疑も含めてですね、お伺いして、で、結局のところ、まあ、なかなか解決難しいなという感じを持っています。それはなぜかというと、例えば、まあ、私自身被害者の、ご遺族の方の取材なんかはこれまで何度かしてきてですね、例えば少年犯罪のご遺族の方であったり、先ほどちょっと出ましたけど 9.11 のですね、被害者の方、まあ、5家族か6家族家族ぐらい話を聞いてます。それはなんていうか、時間が少し経った後で、で、まあ、手紙を出したり、まあ、説得をして、それで話が伺える状態なわけですよね。だけど問題なのは、その川原さんの言葉で言うと9世紀までですかね、そのあたりの報道を、まあ、どうするか、それ、まあ、ザマの事件っていうのはそこが問われたんじゃないかと思うんですね。で、まあ、それをじゃあどうしたらいいかということを、まあ、悩んで、東京新聞でも2回ほど勉強会を社内で開いてですね、まあ、最初フリーディスカッションして、次に弁護士の方を呼んで、まあ、意見交換をしたわけなんですけど、まあ、これからも続けていきたいと思ってますけれども、まあ、特にザマの事件にフォーカスして、まあ、その報道をご覧になったと思うんですけど、まあ、写真とかも含めてですね、どんな印象を持たれたのか、それでいいのか、何か改善すべき点があるのか、そのあたりのことをお伺いできればと思います。いや、私そうですね、正解ってないと思います。
各社判断分かれましたし、それが自然だし、ただ前より難しくなっているなと思うのは、先ほど橋場さんが言われたようにネットに出るとコントロールが効かなくなるということがあり、処方そのまま、デジタルにも流すと、それをどんどん拡散していくと、でそれに対する考え方としては、先ほど小松さんが言われたようにデジタルに出すものと紙面と分けて考えるっていうやり方も一つあると思います。で、私のいる新聞社では、そのことずっと10件ほどの手引きなどを作りながら議論してきて、でフェードアウト方式というのを試みて、一方ではやっぱりどこのどなたかというのは実際にその被害に遭われた方だけではなくて、もしかしたらうちの子供じゃないかとか他の人たちも心配をしたりしている中で、できればやっぱり一方っていうのはどこのどなたかっていうのはあった方がいいだろう。他方でだんだん裁判になってきたり、犯行がどんなふうに行われてきたかという話をするときには必ずしも被害者の名前なくてもいいんじゃないか、あるいは先ほど小松さんが言われたように1回だけ書けば繰り返し呼ばなくてもいいんじゃないかというようなことも考え、そういうものを試行してきたんですけれども、あるとき、ある事件で、超満読三者全く、ある報道の仕方が違ったときがありまして、幼い女の子がずいぶん前に亡くなった事件のことで、そのことについてお父さんが何かを話された記事だったんですけど、朝日は、被害者匿名、お父さん匿名、顔写真なし、あとの2社どっちがどっちか忘れましたけれども、1社は顔写真あり実名、もう1社は顔写真なし実名でした。それをパッと見たときに、被害者のお名前なくても事件のことは伝えられるじゃないかと思って配慮して、私自身もそういうふうにしたらいいんじゃないかと思って進めてきたことではあったんですけれども、パッと3つを見比べてみたときに配慮の結果なんですけど、やっぱり一番冷たく見えるんですよね。そのことにすごく悩みました。で今でも私はその解決策は見つけられていないので、加古さん見つけたらぜひ教えてほしいと思いますけれども、でもう一つできることというのは、その発信する側がそういうことを迷ったり悩んだりしながら伝えたんだけどどうだったでしょうっていうことを、その過程を何て言うんですかね、皆さんあまり自社のことを報道するのは好まれないと思いますし、そういうことにばかり使命を割くのもいかがなものかと思いますけれども、よく被害者の方たちとの勉強会やってると、記者の人も悩んでたんですねってすごくびっくりしたように言われて、私はそんなに何も考えてないように見えるのかなと思ってショックを受けるんですけれども、やっぱりわからないですよね、どういうところで迷って判断してるのかとか。で極論を言えば全部匿名っていうことを選ぶ社会もあると思います。私ドイツの旧東ドイツで学校襲撃事件があったときに1年後に取材に行ったんですけれども、全部匿名でした、何が起きたかわからないんです、その記事はドイツ語がよくわからないってこともあるんですけど、だけどそれをその社会が選択してるっていうことですよね。でそれでいいのかなっていう気もしますけれども、なので、社会の反応を見ながら刻々と考え、一個ずつ判断してやっていくしかないんじゃないかなという気がします。何の解決にもならなくて申し訳ないですけれど、今の河原さんが 3つを比べたときに冷たいっていうのは、それは河原さんの感覚ですよね。実際にその書かれた人はどう思ったかっていうのはまた違うかもしれないですよね。ホッとしてるかもしれないし、本当にわからないことなんだろうなと思います。そうですね、それは聞いてみないとわからないと思います、多分その内容からするとお父さんは多分各社の記者たちの取材に応じたんだと思うんです、だからその時にどんなやり取りがあったのかはわからないんですけれども、はい、何十時間話しても、ね、答えが出るものではないんですけども、またこの回もですね、何回か続けてねやっていきたいと思います。始まりの時間をちょっと遅くして、仕事が終わって駆けつけられるような時間でまた、やっていきたいと思います。じゃあ今日は本当にお二人ありがとうございました。ありがとうございます。